日本関東地方千葉県市川市八幡八幡六丁目八幡は千葉県市川市にある町庭。現行行政地名は八幡一丁目から六丁目。郵便番号は272-0021。市川市北部に位置する高級住宅地。JR 総武線、都営地下鉄新宿線元八幡駅と京成本線京成八幡駅を中心に商業地となっているほか、 市川市の行政上の中心地となっている。地域内には、市川市役所、市川市消防局本部、東消防署、市川市民会館、中央公民館、富士女子高等学校が置かれる。また、入ったら出られないやぶや、迷路の慣用区で知られる、八幡のやぶ知らずが当地にあるほか、葛飾八幡宮が立地する。地域の南部に、JR 総武線、 国道14号、京成本線、都営新宿線が通る。江戸時代には桜街道の八幡田塾が存在していた。また、小説家、長井花風や、シナリオ作家、水木陽子が、晩年まで居住した地であり、長井花風の作品、団長亭日常、葛飾土産や、伊藤幸夫の、八万の森などに同地が描かれている。長井花風は、 京成や幡駅近くの自宅で終焉を迎え、道駅付近には、家風の散歩道と名付けられた通りなどが残っている。それは、当地と隣接した関路に住んでいた、高田露伴の娘、高田彩などが買い物したり、駅への行き帰りに利用した道でもあり、葛飾八幡宮近くには、昭和20年代に活躍した、人気歌手、岡春夫が住んでいた。和田には、 検証費が立てられている。カフルが、生前、よく食事をした、料理店、大黒家があったが2017年6月閉店した。現在は、店内はほぼ末期のままで、建物の所有者である指針ホールディングスが運営する、大人の学び者大黒家として、屋号を残している。東は、鬼ごり、北方、本北方、西は、菅野、平田、南は南田、南やわ 北は東菅野と接している。京成八幡駅の駅ビルには2007年まで京成百貨店が存在していたが取り壊され、現在は周辺再開発により京成電鉄本社ビルとなった。2017年7月1日の工事地下によれば住宅地が八幡市の19の1の地点で35万8000円枚メートル、商業地が ヤワタニの16の6の地点で120万円、平方メートルとなっている。当地にある、葛飾八幡宮から、2017年9月30日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。元ヤワタ駅北口の再開発地区にある二棟の、超高層マンションハットエビー、町長別人口。 市川市。2017年11月6日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。京成電鉄新本社業務開始等決定のお知らせ京成電鉄。2013年8月30日。国土交通省地下工事。 都道府県地下調査、小中学校の通学区域。市川市。2017年11月7日閲覧。市川市中央公民館解体へ、明治の面影残る、木造建築新潟から移設70年一部は、一区保存方針千葉日報。2021年11月27日。ありがとうございます。